はい、では続きを話したいと思います。まあ、今日は、2回に分けて、逆境を乗り越えて幸せに生きると、まあ、これをテーマにしてお釈迦様のお言葉を通して、明らかにしております。まあ、今日はこういう本が最近出てね、逆境こそ生きた真理の教材ですという本をちょっと参考にして、このリーガージャーヌ教というお経はですね、ここにいい内容があったんで、これは在家の方で、お釈迦様のお経といったら在家の方のお経はそんなに多くはないんだけども、やっぱりね、在家の方も悟り開けますし幸せになれる教えですから、在家の方には在家に合った内容で説法しておられます。まあ多くの場合私たち在家ですから、このお経は割とぴったりくる内容だと思います。でこのディーガ・ジャーヌさんという人がですね、お釈迦様に質問した、ね、この世で暮らせる、この世で幸せに生きる、方法と、死んだ後もう幸福に生きる生き方、これをですね、尋ねております。まあ、それをね、明快にお釈迦様は答えておられます。でさっきの講義ではね、まあ、この世を幸せに生きる4つの原因を話しました。そして、この世を幸せに生きるには財産を無駄にしてはいけませんから、財産を無駄にする項目を4つ挙げてですね、解説してました。あと3つ目ですね、このディーガ・ジャーヌ教には4つ4つ4つとですね、皆さんに覚えやすいように、昔はあまり記録できないんで、頭で覚えるためには項目をね、数でまとめた方が良かったんで、お釈迦様はね、この数で結構ね教えるところがございます。これが増資部というお経なんですね。だんだんね、支えとなるものが増えていくということで、だんだん1から2、3、4、5、6と9、10、11まであってね、この項目で法数といいますが、法の数、教えを法の数でまとめていくお経が増資部経典と言われる。まあ、その中のね、一つがディーガ・ジャーヌ教のところね。でこの講義では、次に死後も幸福になる項目、やはり自分の人生を真面目に考えたらね、この世を幸せである人はね、できれば死んだ後も幸せになりたいですよね。皆さんも自分のね老いを感じたら、やがて死んでいくことが分かったらね、死んで生まれ変わっても幸せな境界に生まれたいと思います。それもお釈迦様ね、はっきりおっしゃってるんです。でその教えに対してお釈迦様はすごいのはですね、死後幸福になれる項目4つ挙げてますけどね、これを解くことによって、このディーガ・ジャーヌさんがね、悟りまで開ける、下脱までできるような内容を込めてこの4つを押し立てる。これは単なるね、死後ね、地獄に落ちない、ね、天上界に生まれる、幸せな世界に生まれる項目だけじゃなくて、これを真面目に実践すれば悟りまで開ける、そういう内容になっておりますからね、非常に重要な内容が込められております。それをまずね、見ていきたいと思いますね。まずこの世、幸福に暮らせる項目4つ、まあ、原文では来生の幸福の真とあります。来生とはこれは来たる未来、来たり生まれる、いわゆる生まれ変わった後ね、死後であります。死後幸福に、なる原因を4つに分けておっしゃってます。一つ目がね、真、サッダーサンパーダーとね、これお釈迦様の、パーリ語であります。サッダーサンパーダー、真のことを言いますね。サッダーとは真、これはブッダの悟りを信じる、ブッダの悟りを信じる、まずこれが一つ目でございます。そして二つ目がね、誤解を守る、戒をしっかり守りなさいと、シーラサンパーダーと申します。シーラがこれ戒なんですね、戒め、これは普遍的な真理、お釈迦様が、悟り開いて誰もがね、これを実践すればこの世を幸せに生きることができる、これを、戒と申します。で在家の方は最低ね、この5か5つの戒を守りましょうとしていますね。出家はもう少しね増えていきますけど、在家は最低5つ、これだけはねしっかり守ってくださいということで、仏教信者は必ずねこの誤解を保つようになっています。一応皆さんも過去世ね、一応人間に生まれるための原因を仏教では誤解を保った苦力と言われますね。お経に行くと、
人間に生まれる原因としてね、誤解を保った原因によって皆さんは人間に生まれたと書いてます。だから皆さんも過去世ね、必ずある程度、まあ、誤解 の、 あの程度によりますけど、これ程度によって生まれてからの結構ね、あの差も、あの幸不幸の違いが分かれてくるんだけどもね、やはり誤解を保ったことが一応人間に生まれた原因だから、また次の章できればね、まあ、人間じゃない人もいますから、畜生とか地獄なんか大変ですよ。最低限皆さんには仏教では誤解を守りましょうということで、シーラサンパーダを教えます。まあ、この解による誤解によって人間界から天上界なんです。そしてよく執着を控えて施しをする、ね、欲が罪を作りますから、欲を減らしていきなさい。執着、この執着があなたを苦しめるから、この執着を控えて施しをするね。シンサンパーダシーラ、ね、サッダーサンパーダシーラサンパーダ、そしてね、施し、これチャーガと言いますね。チャーガがこれね、施しなんですね。シーラが解、サッダーがシンでありますね。シン、ね、サッダー、解はシーラ、施しをチャーガと言います。施しね、まあダナとも言いますけどね、チャーガという方もある、施しね。そして4つ目が現象の消滅変化を理解する。まあ、これは知恵のことなんですね。物事をあるがままに見る知恵、この知恵をね、インドの言葉ではパニア、あるいはハンニャと言いますね。ハンニャ心経のハンニャね、あるいはハンニャの面ってありますよね。ハンニャの顔、あれハンニャはあれ鬼だけど、本当は違う、本当は知恵なんです。あれは知恵を表した言葉がハンニャであり、パニャであり、ハンニャ心経のハンニャですね。知恵、これによって悟り開きます。でこれを言い換えたら、現象の消滅変化を理解する、これが理解できたら悟りですから。ただお釈迦様はね、このあらゆる現象は生まれ滅死、ものすごい勢いで生まれ滅しているからね、執着しても幸せにはなれませんよと教えるんですね。よく観察してごらんなさい。あらゆる現象は全ては生まれたら滅していく、ものすごい消滅変化をしている、これを理解することが知恵であり、これが理解できたら悟りだから、まあ、そういう訓練というかね、そういうふうに物事を見ていきなさいと教えます。でこれが、ね、未来死後も幸福になる項目が4つございます。まあ、どれこれ詳しく言いますね。で、これプラスね、あともう一つ今日はね、お経を紹介したいお経があります。それがね、無不細経というお経ね。これもね、私初めて読んだお経なんだけど、なかなかいい内容なんで、まあ、皆さんに紹介したい気持ちになって今日は紹介します。同じく増資部の経典の4種の中に収まってるんだけどもね、名前がね面白い。無負債経、負債のない桁をしなさいと、ね、借金のない、負債がない、そういう生き方をお釈迦様すべたんですね。無負債経という興味深い、お経がございます。で今から言うね4つの項目をね、たまにでいいから思い出しなさいと。仏教では瞑想といったら大体ずーっと思い続ける、本格的に、悟り開こうと思ったらね、もうずーっとね、あの瞑想対象があって、それをねずーっとね思い続ける、ずーっと観察をねし続けなければならないんですね、本来は。でもね、我々在家ですからね、仕事もありますし、ずーっとそんなね続けて観察できないんで、今から言うことはたまにで結構ですから、たまにでいいからね、今から4つのことをね観察すると、あなたはねすでに4つの幸福はあるんじゃないですかと。あなた当たり前と思ってませんか？あなたはすでに幸福です。オープンやマインド、目を開けなさいとおっしゃるんですね。あなたはすでに幸せなんだと。これをね知ることがまたね、さらに幸福になるために必要なんです。我々ね当たり前と思ってますから。でもね、今の幸せは当たり前じゃない。それをお釈迦様はね思い出させるためにね、皆さんがこの世で幸せになるために、もう幸せになってますよと。でこれを自覚させて、さらにねここからね悟りへとまでね、さらにレベルアップしてね、悟りまで導こうとされて、この無不細経も説かれている。これもなかなか深い内容なんで、皆さんに紹介したいと思います。まず簡単に言いますと、あなたはすでに幸福です、幸せです。まず一つ目、
所有の楽、ね、あなたはもうすでにありませんかと、ね、餓死してませんよね、衣食住困ってません、今すでにね所有持っている、ね、ある程度財産もある、ね、ある程度、ね、生きるために必要なものはあるじゃないですかと、所有している楽、あるという幸せ、当たり前と思ってはなりませんよということで、ある幸せをたまにでもいいから観察してごらんなさいと、割と幸せですよとおっしゃるんです。これが一つ目。二つ目がね、需要の楽、ね、あなた財産あったらね使って楽しんでもいいんですよと、ね、財産をね、持ってますからね、それをね、用いる、受けて用いる、需要を、ね、受けて用いる、財産を使って楽しく暮らすことしてるじゃないですか、ね、もうこういう、だからすでにもあなたは幸せじゃないですかと、こういうふうにお師匠様おっしゃいます。これが2番目。3番目がね、無負債の楽、借金がないでしょと、まあ、あったらちょっとあれだけど、やっぱりね普通に来とったらそんなにね借金は抱えてないんです、ね、無負債の楽、ね、負債がない、借金がないことはずっと幸せですよと、ね、ある人はもう借金をね、減らさないといけませんけど、ね、多くの人はそんな借金ないはずだと、それでも結構幸せですよとおっしゃる。で4番目最後、これが一番いいんだけどもね、無罪の楽、ね、悪を犯してそんな偉大じゃありませんかと、もっと言えばね罪悪を減らしていきなさいという教えでもありますけど、これが実は一番すごいんだけどもね、結局苦しむのはね罪悪を作るから、だから仏教では煩悩をね的を絞って煩悩を減らしていく、ね、執着をなくしていく、ね、やはり煩悩をね弱めていく、減らしていく、進めていく、そういう教えが説かれます。この中で一番ね楽しいのはね無罪の楽なんです。意味は罪がないとありますから、過ちのない、ね、清らかな生活から生まれる精神的な幸せ、これが実は一番いい。でこのお経の最後にはね、この、まあ、3つの幸せはこれはね経済的な幸せです、ね、このようね経済的な、まあ、財産があることによって得られるね経済的な幸せが1から3まで挙げていますから、また財権に対して説いたお経でありますけどもね。でところがこの4番目の楽しみがね、こういうふうにお経に書いてある。こっちはね16分の1にも満たないほどねこっちがすごいんだと、こっちは本当に3つ集めてもね16分の1にも満たないと、こうわずかだと、こっちがすごいんだと、こっちがものすごい大きいということで、私たちは罪作ってもお金欲しいですけどね、罪作る方が苦しいんです。逆にねお金がなくてもね罪作らない方がねずっと心は豊かで幸せになれるんです。これ特に御所もそうですよね、御所も大きくかかりますけど、やはり罪を財産、経済的にね財産があるなしよりもお金があるなしよりもね罪を作らない、過ちのない、こっちが16分の1に満たないほどねこっちがずっと優れている、こっちは大したことがないと、こんな言い方をしてねこの罪を作らない方だから善を進めるんです。そういうね説法、これちょっと注目を私はして面白いなと思いました。でここをね今からねちょっと詳しく、説明をさせていただきたいと思います。これもね、まとめたんで一応原文もちょっと上がってますから、ちょっと読みながらね皆さんと共にちょっと見ていきたいと思います。まず一つ目ねいきます。まず最初ね、大小の幸福の4つの原因についていきますね。これはディーガ・ジャーヌ教ですけどね、まず原文を読んでいきますと、あのパーリ語ですけどそれを日本語にしたものですね。次にブッダはあの世で人を幸せにする4つの項目を挙げました。1番目は信頼、信、サッダーといって、道徳的、精神的、知的価値を確信することが1番目だと、サッダーサンパーダ。2番目はですね、シーラサンパーダ、戒について、規律、戒とは規律ね、あるいは命を害したり殺めたり殺したりせずに、盗みを働かせず、嘘をつかず、不倫をせずに、酒を飲まないこと、つまり誤解を守ることがシーラサンパーダ。これが、ね、未来、ね、
生まれる時に大きく、ね、影響を与えますから、ね、しっかり守りましょうと教えます。で3番目、チャーガ、これ汽車と書いてますね、翻訳で汽車、喜んで捨てる、先ほどの G 汽車の汽車ですね、喜んで捨てる、ね、施しですよね、自らの財産に、執着せずに事前慈しみの善、施しを行うこと、これを言い換えたら欲や執着を控えて施しをする、チャーガサンパーダと言います。4つ目ね、英知もしくは知恵ね、あれ英知の A、 比叡山の A はね、あれ知恵という意味なんですね、難しいですけど、比叡山の A は知恵、英知ね、優れた知恵ということね、英知、パンニャーね、パンニャーと言いますね、パンニャーこれが、知恵、英知のことですね、これを身につける、苦しみの完全な消滅、いわゆるニルバーナーの実現に至る英知を発達させる、もうここ行ったらもうあの悟りですよ、単なる天上界じゃなくて、これが本当にね実践したらもう悟りまで行ける内容をお釈迦様はついでにねおっしゃるんです。でこれを今から解説します。死後も幸福になる、項目4つありますが、そこでね、ディーガージャーヌ、ディーガージャーヌさんはもう一つお釈迦様に質問しました。この世でね、一応この世で贅沢してるんです、この世で贅沢で、贅沢に生きるだけでなくね、私は死んだ後もね天国に行きたい、ね、その方法を教えてくださいとお釈迦様に頼みました。まあまりにもね、高い要求でありますが、お釈迦様は何のことなく、ね、それを教えるんです。これにもね4項目ございます、ね、4つあります。お釈迦様はねもうとことん親切なんです、ね、覚えやすいように4つなんですよね、覚えやすい4つとまとめて我々にも教えておられます。まあ、このお釈迦様のね4つね、4つずつのこれ項目、これね不思議だと私思いました。不思議ですね、何にも抜けてない、大事な部分がねしっかりね4つに収まっているんです。だからね、完全な各社、完全な悟ったもの、各社のアドバイスはね皆さん素直に聞いた方がいいと思います、ね、親と言っても不完全ですし、ね、先生も学校の先生も不完全です。またね世の中の指導者もみんな不完全です。ところがブッダがね、ブッダは違う、この項目を覚えて実践しなさいとこう言われた通りにね、これあなたが守ればそれで終わりで、間違いなくあなたは幸せになれる、私間違いないと思いますね。でお釈迦様は、死後も幸福になる項目を4つねこのように教えられた。まず1つ目ね、ブッダの悟りを信じる。1番目はね、サッダーサンパーダ、これはですね真を確立する、ね、曖昧中途半端な信仰は危険だとおっしゃる。無批判的であるならば人は良いものも悪いものを信じてしまうのですと。信仰を強いてね人に悪い行為をさせることもできます。だから盲信はダメなんですね、盲信は。しかしこの信じるの信というこのね精神状態は、これはね生きる上では欠かせないものです。例えばね、生徒が先生を信じないと勉強することはできません。医療、我々、ね、医療と医療システムをね信じないとね、病気にかかったら困ってしまいます。信は大事なんですが、ね、根拠のない信は危険です。だから死後幸福になりたければ、確実な方法はね、ブッダの悟りを信じること。まあ、人が悟ってるかどうかはね他人分かりません、ね、ブッダの悟りをね、信じることもね、これ根拠のない信になってはならないと。ブッダの教えの内容やブッダの性格やブッダの生き方をね調べてみれば、確かに私も確信しますけども、確かにブッダはね覚者、いわゆる悟ったものであると確信することができます。これ皆さん学んでいただきたいんですよね。でその確信が生まれたならば、起きたならば、その人はもう自然にね
仏道仏の道を歩む人間になることができます。まずこれが真でございます。次に五戒いきます。五戒を守る2番目はね、シーラーサンパーダン、お釈迦様は、ディーガジャーヌさんにね、分かりやすく五戒を守りなさいとおっしゃいました。で、五戒にはね、不穏受戒も切れましたね、お酒を飲んではいけませんということもね、入ってます。酒に依存したらですね、財産を無駄遣いするんだと説いてますよね。で、五戒を守る人間になるならばね、その心配がなくて、お酒控えますから、お酒1杯とか2杯ね、飲みすぎないから、だからね、財産を失うこともないから、この世は幸せに生きれるんです、五戒を守ればね。だから五戒もすごい素晴らしい真理です。3番目、次ね、よく執着を控えて施しをするね、チャーガーサンパーダ、まあ、お金などの財産は貯め込むためのものではありません。お金や財産は正しくね、使って幸福に生きなさいとお釈迦様もおっしゃる、ね、金は使うためにありますから、正しく使えばあなたも周りの人も幸せになることができる。で、我々はね、財産はね、この命を支えるね、物事に変えられるね、ポテンシャルを持ってるんですね。やっぱ財産があったらね、命を支えるね、ものですから、やはりそういう素晴らしい、まあ素晴らしいというか、ポテンシャル、可能性があるんですよね。ただどうしても私たちね、生きるためにはね、もう財産に執着するんです。私もそうですけどね、どうしても財産に執着してしまうんです。それで執着するから心が汚れるんですね。だからこの汚れをなくしていかねばならない、執着をね。で、執着するから心が汚れて、その後悪を作ります。悪行為をする恐れがあるんです。そこでね、財産に対してお釈迦様はね、執着するんじゃなくて、それはあなたが幸せのために使いなさいと。ブッダは自分と家族の幸福のために財産を丁寧に、使うべきだと教えられました。だから同じ財産は ね、欲を戒めるために使うんです。執着を弱くするために使うんです。そして心を清らかにするために、財産を使う。そして善行為、良い行いをするために、ね、財産を使うことが、財産がある人はできるんですよね。だから財産を正しく使えば幸せになれる。ただ多くの人は財産をね、自分のね、我のためにね、使うから不幸になる。せっかくお金があっても、で、その使い方をね、正しい使い方をお釈迦様は施しとおっしゃるんですね。財産がある人は施しができるんだからということで、ね、施しというふうにお釈迦様はおっしゃいました。例えば財産があったらね、困っている人を、助けることができるし、また貧しい人にね、必要なものをね、あげたりすることもできる。社会福祉系の行為は不正であります。で、人に仕事を頼んでね、報酬を払うことは、これ不正ではありません。それはギブアンドテイクの俗世間的な行為であります。で、もし経済的にね、困難に陥っている国があるとしたらですね、子どもたちは教育を受けることはできません。そこでね、ある人が村に学校を建ててあげて、子どもたちに教育を受けられるように手配します。そのプロジェクトに自分の財産を使ったんです。でも、その子どもたちは自分にお金を返してくれるわけではありません。だから別に見返りを期待したのが不正ですよね。で、これが不正行為ですよね。見返りを期待しない。で、このプロジェクトに、自分の財産を使ったとするね。でも、その子どもたちは、自分に返してはくれませんけども、でもね、それによってね、施しをしたならば、これによってですね、あなたの心が清らかになるんです。そして、良い行為をしたというね、喜びとね、充実感を得ることができる。ただね、善のために使ったこの不正の行為は、比較にならないほど価値を得たと。その力がね、死後にも行くんですね。施しの
精神が死んだ後にもあなたの人生に影響を与えると、こうお釈迦様おっしゃるんですね。来生ね、死後の幸福の4つの原因のね、3つ目はそういう素晴らしいまた効果というか、行為であるとお釈迦様ねおっしゃるんですね。使った金額、不正をした金額とは比較にならない高い価値を得た。その力は死後も続いていきます。でお釈迦様はね、収入の正しい使い方を教えました。施しで人が破産することは決して起きないと、ね、決して施しをしてね貧乏になってことはないです。実はまあたまにまれにありますけどね、でもね復帰しますから。例えば有名な次のお経はね、ムーサイ経、これギッコ独音長者に対した伏せな、これ説法なんだけどね、あの方は4回破産して4回ともね復活してね、恵まれた生活してますよね。あまりにも不正に頑張ったこともありますけども、ちゃんとね因果の通りでね帰ってくるんです。だからお釈迦様はね、不正をしてね貧乏になって困ることはないとまでこうおっしゃってますよね。正しいところにお金を使うならばね、施しをして、人が破産することは決して起きないと、こう仏教では教えられます。でこれが3つ目ね。で最後4つ目いきます。現象の消滅変化を理解する。4番目はねパンニャーサンパーダと言いますね。でこのねディーガー・ジャーヌさんはこれ在家の方ですしね、知恵と言われてもねあんまりピンとこないんです、ね、理解ができずに困ってしまいました。そこでねお釈迦様はね、この、4番目の解説をですねこうおっしゃったんですね。物事は現れて消えるということをじわじわと理解してくださいと教えたんですね。まあ、原文ではウダヤッタガーミニアパンニャーヤという言葉があってね、それをパーリ語です。それを日本語訳するとね、物事は現れてはすべて消えていく、これをねじわじわと理解してくださいと。これが分かったら悟りですから、あらゆる現象は生まれ滅し生まれ滅し、ものすごい勢いで生まれ滅してるからね、執着することができないことが実は分かるんです。それをね観察しなさいと教えるんですね。でだから別にね大げさなことは教えていないんです。いかなる現象も現れては消えると、こう見るだけでいいんですね。いかなる現象、今皆さんの周りに展開しているあらゆる現象は生まれたら滅していく、そういうものだとあるがままに見ることなんだとお釈迦様ね、このディーガ・ジャーヌさんにおっしゃってます。でこれがねあなたに知恵が現れるように、物事をね観察し続けるならば、それは、まあ、死後の幸せですけど、これによって悟り、ね、下脱、このディーガ・ジャーヌさんが下脱に達する道を歩めるように4番目も説かれたということです。まあ、ディーガ・ジャーヌさんは死後ね天上界に生まれることを期待しておりました。でもお釈迦様は死後に天上界に生まれる道だけじゃなくて、ね、下脱に達して輪廻転生を乗り越え、これ逆境はね輪廻転生も乗り越えるということも含めておっしゃるんですね。輪廻転生を乗り越えられる道までお釈迦様は在家のディーガ・ジャーヌさんに教えてあげました。でこれもまたね、これ4つ実践すればまたね逆境、この世の逆境も乗り越え、衆の逆境も乗り越えられる教えをお釈迦様はね一般在家の方にも説かれた。いかなる逆境にも動揺しないで在家生活を送るための一つの方法がまたお釈迦様によって説かれているということでございます。じゃあ次ですね、この後あともう一ついきます。次またお経の名前が変わりますね。今から言う内容は増資部経典4集の無負債経の内容を今からお話をいたします。でこの内容はね、あなたはすでに幸せですという内容ね、当たり前と我々は思ってるから、あなたはすでに幸せです、これをね、自覚させる教えでもあります。あなたは初めから幸せです、ね、
目を覚ましなさいという内容だそうですね。英語で言ったらね、 Open your mind、 あなたの心を開きなさい。 You are already happy、 You are、 あなたは already、 すでに happy、 幸福です、というこういう内容の経典をね、最後皆さんに紹介したいと思います。でこれは、たまにでいい。本来仏教はね、ずっとね、もう24時間本当はねやらないとなかなか悟りが開けないんですわ。これヴィパッサナ瞑想と言いますけどね、それはなかなか在庫の方は難しいんで、でもねこれはたまにでいいからというか思い出してね、たまに4つのことをね観察してくださいというのが、このお経の内容。これはあの義古独音長者に説いたあの説法内容でございます。で内容は、だから本格的に悟り開くためにお釈迦様が初めて発見されて説かれたヴィパッサナ瞑想、まあ、士官の実践ですけどね、士官というそれみたいに朝から晩までやる必要はないと。これはたまにでいいと。だからこれはできますよね。今日聞いたことを思い出して、時々ね思い出してこれをね、観察してみてください。一つ目はね、所有の楽、あるという幸せ、ね、アティスアッティスッカーと言います。2番目は自由の楽、ね、財産を使って楽しく暮らす幸せ、ね、ボーガースッカーと言います。3番目が、無負債の楽、負債がない楽しみ、ね、借金がない楽しみ、ね、アナンニャースッカーと言いますね。4番目が無罪の楽、罪を犯していない楽しみ、アナバッジャースッカーといって、罪を犯してない楽しみがあると。でちょっと原文も調べたんで、それちょっと皆さんに紹介すると、原文にはこう書いてますね。内容は、これも4つにまとめたもので、4種類の幸せという題ですね。ある時ブッダはサーバッティというね、遮影城のところのジェータリンというね林の少女、まあ、祇園少女であります。祇園少女をね騎士にしてくれた、最大の支持者であった一人のアナータピンディカ、これ義古独長者のことを言います。アナータピンディカ、もうこの人も夜から悟ってますけどね、すでにね、アナータピンディカという人、これは内容は孤独な人たちに食べ物を施す長者を意味する言葉で、義古独長者と言われるね、この方が祇園少女を建立いたしました。そういう金持ち、その彼に対して説いた説法がまさにこの4つの楽しみ、あなたはすでに幸せですよということを言われた説法なんです。孤児アナータピンディカよ、在家者は、我々ね在家者は機会があればね、この獲得したいと欲する4つの楽があると。皆さん4つあるでしょうと、すでにあるものはあるでしょうとおっしゃるんですね。我々在家の私たちは4つの楽しみを得たいという思いがあると、まずこれを自覚しましょうということでね、これ誰もが持っているね楽しみであると。じゃあその4つとは何かといったならば、所有する楽しみ、ね、自由の楽しみ、無負債の楽しみ、そして、無罪の楽しみ、そしてずっと説明があって最後にね、前の3つね、ある所有と財産を使って借金がない、この3つはですね、最後の無罪の楽の16分の1の価値にもないと。こっちと比べたら桁違いにね、あまり価値はない、こっちがすごいんだと。お釈迦様はね、こっちの楽しみを皆さんに分かってもらいたいと在家の方の説法でもおっしゃるんですね。で普通のね家庭生活を営む者にとっては4種類の、幸せがあるということで、ちょっともう少し説明すると、1番目は真っ当な手段で得た十分な富と経済的安定を享受することが所有の楽であります。2番目は自由の楽、自分のため、家族のため、友達と親族のため、そして慈善事業のために自由に使うことのできる財産がある、ね、あなた財産を使ってね、人のため社会のために使ったらどうですかと、お互い幸せになれるようにね、そういう自由の楽しみがあると。
3つ目は、ね、借金がない無債の楽しみね。4つ目が、無罪の楽しみで、神悔の体口心の悪語を犯さずに過ちのない清らかな生活を営むこと、無罪の楽があって合計4つございます。でこの中でですね、この前の3つ、これが経済的なことに関しては注目すべきことですけどね、ここで忘れてはならないのはね、ブッダはね、お釈迦様はこの経済的や物質的なそういうね幸せはね、幸せですけども、こっちと比べたら16分の1にも満たない、ここにちょっと注目しましょう、ね、16分の1にも満たないと言われていること。でちなみに16分の1これね、少ないという意味だそうですわ。実はお経にもね、他にも何箇所も出てくるんです。だから綺麗にね16分の1じゃなくて、多分これは象徴的な意味でね、ごくわずかな意味であろうと今ではね解釈されてます。実際16分の1かどうかあれですけども、多分ごく少ないと、これと比べたらずっと少ないということを言わんがためにね、こういう表現でお経には使われていると今日ね一般的には訳されております。それをもう少し詳しく説明すると、まずあるという幸せね、これは、アッティスッカーと言いますね。英語で言ったらね、ハピネスオブオーナーシップと、ハピネスオブオーナーシップ、オーナーシップとは持つですよね。オーナーシップとは所有のことです。所有の幸せ、ね、ハピネスオブオーナーシップということですね。パーリ語ではアッティスッカー、スッカーはハピネス、アッティ、持つことの楽しみ。これは今自分にね、あることや持っていることを観察して、今自分はあるじゃないかと、それを見て楽しみを感じる。人は普通はね、自分にはこれがない、あれがない、あれがあった方がいいね、思いがちですね、考えがちです。そうすると外に目を向けるとね、不満と不幸を感じるんです。やっぱり幸福はね、期待しているものや願っているものがね、揃ってからね、揃ってから感じるものだとみんな思ってるんです。幸福はね、今あるものを当たり前と思っている。要するにね、私たちの考えはね、幸福はね今じゃなくて将来だと思ってますね。将来幸福になろうと思ってます。これが我々迷いの人間ね。でもね、仏教ではしかし、自分についてないものばかり気にする人はね、将来という時間がね、今現在になってもね、まだ自分についていないものばかりを気にしますからね、たとえそれが達成されてもね、また不幸を感じます。ということはね、いくら財産があってもね、結局そういう考えではね、不幸を感じる人間になってしまいます。でそこでお釈迦様はね、思考パターンをね、皆さんに変えることをね推薦します。これ世間でも言われますけどね、今自分にまずね、何があるかを考えます。例えばグラスにね、グラスに水がね、ね、半分入ってたとしますよね。これを皆さんどう理解するか、よくこれ使われますよね。多くの人はね、グラスに水が半分しかないと思うんですね。不満が出るんです、不平が出る。半分しかないと、いっぱいやってほしいけど半分しかないと、こう捉えるか、もしくはね、半分あると、もう半分も入っていると、ね、半分しかというね、しかという捉え方とね、半分も入っていると、同じ量でもね、これあなたの捉え方によってね、不平不満が出るか満足できるかの違いが分かれてくるんです。お釈迦様はどうしたいかと言ったらね、グラスには半分も満ちていると、この考え方を皆さんに推薦しています。これが皆さんね、幸せになる方法でありね、悟りを開くためにもね、こういう考え方を持った方がいいんです。第五の授業では性欲知足とおっしゃいますよね。性欲知足、欲を少なくして知足ね、足ることを知る。これは法蔵菩薩がね、悟り開いて実践された項目ね。できれば皆さんにもね、
悟り開いてもらいたいから、これをね実践されたら心が豊かになって幸せになれる、そういう項目を仏教で生欲知足と言いますね。考え方はね、今半分もあるじゃないかと、だから今のね、ものでもね十分満足できるんです。不平不満、怒りが出てこないんですよね。今の持ち物で、今のもので十分私は幸せだと、不平が出ない、不満が出ない、いわゆる怒りやね愚痴が、必要以上の欲が出てこないんです。これが皆さんに勧めるね煩悩を減らしていく方法、これがやがて悟りへとね近づくね、これブッダの思考パターン、ブッダの考え方であります。で、命を支えるためにはね食べ物が必要です。で、私たちは食べ物がなくて今飢えているわけじゃありませんから、皆さん生きてますよね。だから今ならば私たちね食べ物があると、こう観察して、ね観察して、そして、幸福を感じてくださいと、こうブッダはおっしゃいます。また次ね、食べ物、今度はね着る服、住む場所、ね、病気になったら薬も手に入ります、ね、要するにね我々は生きるに必要なものは全て揃っているということね。それで満足を感じればいい、それで満足を感じればいい、足ることを知ればいいと。これをお釈迦様ね、お弟子たちにも勧めるし、在家の方にもこの言い方を勧めます。これならば誰でもできることね。これが一番目の所有の楽しみ、楽でございます。次二つ目いきます、ね、ボーガースッカ、ね、受有の楽しみ、これはね英語で言ったらハピネスオブインジョイメント、あの英語でインジョイメントね、楽しみ、ハピネスオブインジョイメント、楽しみね、これが2番目であります。ボーガスッカと言いますね、いわゆる使用する楽しみね、財産があるんだから使用や消費する楽しみね、使う楽しみ、インジョイメント、まあどこかに行きたくなったらね、自分にはお金があるんだからそのお金を使って旅行に行くとかね、あれ一泊泊まらなくてはいけなくなったらちゃんとホテル代を払って一泊泊まってご飯も食べて楽しく帰る、そして自分のお金をね使用すれば楽しいですよね。そんなケチケチしないことね、ケチケチせずにきちんと自分の財産を消費する、友達とドライブに行くとかね、例えば親や親類をどこかの温泉に連れて行ってあげるとか、そうしてね正しく、これは正しく財産を使うこと言いますね、正しく幸せのために正しく財産を使う、そこからね楽しみが生まれてくる、これは罪を作らない楽しみだからね幸せであります。罪を作って楽しむのはこれがまずいんです。そうして正しく財産を使うことから楽しみが生まれてくると。だから棒がすっかというのはですね、これは自分の財産を使用して楽しみを感じること、だたまにはねこれについて考えた方がいいですよと、こうお釈迦様おっしゃいます。次3番目ね、借金がない、負債がない、無負債経といわれるお経の、これが3つ目ですよね。借金がない、そういう幸せで、仏教ではね、まあ、英語ではこれはハピネスオブデッドネスね、デッドネス、ハピネスオブデッドネスね、負債がない、借金がない、デッドネス、あ、デッドレスネスね、デッドレスネスね、デッドレスネスで、借金がないことを、無負債の楽と教えますね。で、仏教は基本的にはね、お金は借りないでくださいと教えます、ね、仏教ではお金を借りることを認めているのはね、たった一箇所だけお経にございます。それがね、投資です。投資に関してだけは認めてますね、まあ、それはね、しっかりした計画で事業を始めたけどもね、資金がない場合は銀行から借りても構いませんが、その場合はね、ちゃんと返済計画がしっかりできているならば OK だと、こういうふうな言い方でおっしゃってます。まあ当時はちょっと事情が違いますけどもね、内容はそういうことです。でお釈迦様はね、投資以外はまあ基本的にはね、借金は認めておられません。ただしね、仏教で認めていないからといってね、たとえ投資であってもね、闇雲に借金するものではなく、投資する
ためにはね、しっかりとした事業計画、これが必要だとおっしゃってます。ただ今の世界ちょっと違いますけど、昔と比べたらね、例えばローンで家を建てたりすることがありますよね。あるいは分割払いで、物を買ったりすることがありますから、まあ、厳密にね、借金ゼロにすべきだと。これはちょっとちょっと今の社会では断言するのもちょっと難しいかと思いますから、ここはちょっとね、だからもしあなたがね、きちんとね、支払い計画がもしね、できているならば、まあ借金がないことにしましょうと、まあ現代で言ったらそういうような言い方で表せるかなと思います。でも世の中にはね、何の計画もなくね、ただ生きるためにね、遊びにふけるために借金をして人生を不幸に陥れる人がいます。まあそんな稀なケースを除けばね、普通はね、誰でもそんな借金でね、苦しんでるわけではありませんからね。だからたまにはね、自分には借金がないんだ、誰にも借りがないんだと、ね、こう思って楽しみを感じましょうと、こうね、おっしゃる方もおっしゃいますね。四つ目が一番大事、ね、無罪の楽、悪を犯していない、ね、アナワジャスッカと言います。英語で言ったら Happiness of Blamelessness ね、ブレイムレス、つまり責められない、ブレイムレスネスね、ハビネスオブブレイムレスネスで、自分は非難を受けるほどの悪行為はしていない、取り立てて悪行為、悪いことをしていないということ、まあこれがね、4番目のね、楽しみであります。で、私はね、みんなから非難されることはやっていないと、まあ自分自身でその楽しみを味わってみてくださいと。でこのね、4つの項目をね、たまに時々考えて、幸せに生きてみてくださいと仏教では教える、在家の方にはね。ということは、あなたはもうね、とっくに幸せなんです。ここからさらにレベル上げて、まあ、悟りまでね、進めようとお釈迦様はしてます。だから仏教ではね、私たちははちゃめちゃね、金持ちにならなくては幸せを感じられないということはありません。人は誰でもね、なんとか生きているんですから、みんなそれなりに幸せなんですよね。まあそれなりに私は生きていますよと言える状態ならば、一応幸せは感じられるはずなんです。感じられたらね、罪作りません。怒りとか憎しみとかね、必要で欲は起きてきません。やっぱり幸せをやっぱ感じることがね、こう悟りを開くためにもね、死後の幸せのためにも大事なんです。この世を幸せにならないと、ね、この世を苦しみ終わったら死んだ人も苦しい世界に行きますから、だからやはりね、まずこの幸せはね、これはそんなにハードル高くないからね、お釈迦様は、たまには、ね、観察して、幸せを感じてくださいとおっしゃる。でたまにね、このことを考えてみると精神的に安らぎが生まれます。で仏教ではね、この幸福はね、あくまでもね、外界じゃありません。外界のね、人や環境じゃなくて、心の管轄で幸福が決まりますから、だから幸福は心が、あなたの心がね、作るものばかりなんです。物は幸福は作れませんね。環境変化は、これは自然の流れですから、その環境の流れに合わせて心をね、動揺させる必要はないんだとおっしゃる。この自分に揃っている、この4項目を考えるならばね、心が幸福を感じるはずですと、こうおっしゃるね。原文もう一回言いますとね、アッティスッカね、正義の手段によって富を獲得する楽しみ、ね、ボーガスッカ、富を家族や友人、功徳的行為に自由に使う楽しみ、3番目は、アナーニャスッカ、債務から解放され、借りがない自由の楽しみ、4番目が、アナバジャースッカ、憎しみから解放され、思考や言葉行為、真空位の3号で過ちを
犯すことがなく、そして完璧で純粋な人生を送る楽しみと、まあ、清らかな生活を送れるようにね、まあ、これが一番、まあ、これを、ね、仏教では好みになれるように、教えていくのが仏教でもありますから、私もこれ実感ございますから、やっぱりね、あの仏教をしっかり聞いていたら確実にね、人を責める心も減ってきたり、怒りも減ってきたり、愚痴もね減ってくることは私はあると思います。こっちが本当はすごいですよとおっしゃるね、まあ、これもね、頑張ったら私はできると思います。もうお釈迦様ね、現代の私たちに対してもね、明確にね、この世を幸せになれる道、ね、在家の方に対して説いたね、まあ、今日はディーガジャーヌ教というお経で、この世を幸福に暮らせる項目を4つで、財産が大事だから財産を無駄にしない項目を4つで、死後も幸福になれる項目を4つね教えられ、さらに今はあなたはもうすでに幸せなんですよと、これもね4つ教えて、これはあの義高徳長者に対して説いたお経で、負債のない生き方をしましょうと、この人あったんですね。死んだらみんなパーなるからね、もう借金して死んだ方がいいという人あったんです。あれ、人をね、どうせ死刑ならばね、たくさん殺して死のうとしていますけど、こんなバカなことはない、死んだ後報いきますからね、もうこの世をね、あの罪つくのは絶対この世であらなければ死んだ後あられますから、だからその報いは誰もね逃れることはできない。だからやはりね、真面目に生きることが仏教では大事なんです。自分の蒔いた種は全部自分でね刈り取っていかればならない、まあ、これが仏教ですからね。まあ、この世も幸せになれる教え、死後も幸せになれる教え、こういうね、在家の方に説いたお経もね、まあ、私あのまだまだこういうのお経これから見つかるかも分かりません。今日はたまたまこういうお経が最近出たんでね、ちょっと読んでみたら、あ、こんなお経があったんかいうことで、ちょっとねあの感動いたしまして、まあ、これ皆さんにもね、お伝えしたいなと思って。だから仏教ではもちろん悟り開くことが大事なんだけどね、たとえ悟りを開けなくてもね、五章の一大事の解決もできますから、ね、死後のね、一大事の解決も仏教ではできるというのが、仏教ですからね、まあ、そこもねあの知っておいていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ご無沙汰します。